Yo. 旅人、パイモン、それにストラリー、ちょうどいいところに来た。ナイス。隊長の行方が分かったぞ。え、本当か？よかったぜ。実はこっちも、さっきオロルンの記憶を盗み見たんだけど、とんでもないことが分かったんだ。あ、いや、盗み見じゃなくて、保護者の許可をもらって、それも違うか。落ち着いてパイモン。私から説明するわ。実は、ラーバム。そうか。地脈を再構築するために古代の非現装置を探していたんだな。彼が動き始めたということは、目的を達成する確実な方法を見つけたに違いない。すぐに止めなければ。その再構築って危ないことなのか？ああ、修復と違って再構築は地脈に現存する全てを捨てることになる。神の心を使うときに支払う代償に似ている。装置が起動したら手の打ちようがなくなる。急いで人手を集めよう。こんな状況だけど当てはあるのか？キーニチ、シロネンに君たち、それから私だ。他の戦士は皆前線でアビスに抵抗している。それだけかよ。お前は力を失ったんだろ。向こうにはあの隊長がいるんだぞ。ストラリがオロルをとっ捕まえてボコボコにしてやったらなんとかなるのか？それでも隊長にはかなわないだろうな。それから名園の主の守備網を至急強化しなければならない。ストラリ、集落に戻って加勢してもらえるか？ええ、何を優先すべきかは分かるもの。すぐに向かいましょう。オロルンのことはオイラたちの方で何とかするから心配しないでくれ。ありがとう、よろしくね。先ほどの話の続きだが、必ずしも隊長を倒す必要はない。私に一つ案がある。少し待っていてくれ。シロネンとキーニチを呼んでこよう。 OK. Oh, that's quick. 現状オロルンは隊長と行動を共にしている。彼らの計画は止めなければならない。隊長が凄まじい力の持ち主であることは事実だが、尻込みする必要はない。正面衝突を避け、より穏当な方法で解決すればいいだけの話だ。彼らの計画の鍵となるのは非現装置だ。こちらの強みを生かし、手分けして装置を壊せば目標は達成できる。私も一緒に行こう。もし正面衝突が避けられなくなったら、私が隊長の足止めをする。待ってください、それには賛成できません。エンジン様は皆の指導者です。ましてや力を失っている今、足止め役をしていただくというのはいい戦略には思えません。キーニチに賛成、うちらに任せた方がいい。 Would you let me? まずは計画を聞いてくれ。キーニチ、ファデュイの防衛線を正面から突破するようアハウに頼んでほしい。隊長が最前線にいる可能性はない。彼ほどの老練な戦士なら、装置に近い場所に陣取って計画がつつがなく進むよう見守っているはずだ。騒ぎを起こして奴を引き離すということですか？いや、ファデュイの主戦力を正門に集中させるのが狙いだ。こちらは少人数だから、戦力の消耗を抑えるためには敵軍を避けた方がいい。シロネン、古代遺跡の周りに装置に近づくためのトンネルを掘ってほしい。小玉の子の得意技だろ。そうすれば直接装置を壊せる。なるほど。となると作戦の成功はシロネンの手にかかっているわけですね。その通りだ。だから私と旅人もシロネンに同行する。キーニチほど騒ぎを起こすのにふさわしい人材はいない。私でさえあそこまで派手にはかませない。You mean the yapping dragon? Okay, man. 隊長の防衛線を突破しよう。お任せください。了解。
早速行こう。敵陣に入ったら油断しないようにね。あんたが隊長と対峙する事態だけは避けたい。うちらにとってあんたは重要な存在だからね。あんたを失うのが一番やばいの。Okay, my bad. Okay. 心遣い感謝する。慎重を期すると約束しよう。The rainbow destined to burn. ここだ。彼らが作ったトンネルは、大勢のファデュイが見張っている場所の向こう側にあるはずだ。周囲の山のどこからでも切り込めるっぽいけど、やぶをつつきたくなきゃ、迂回して横から回り込んだ方が良さそうだね。計画通り、正面は俺とアハウにお任せください。山の側面は見張りがまばらだ。兵隊に知らせが渡る前に急いで済ませよう。Are you gonna do anything, buddy? Oh, wait. Oh. Get out of the way!火に気をつけろ。五時の炎。せ。じゃあ行くよ。どよめく進学。火炎。退路はない。全部オッケー。ふもと塗ってみよう。どうだ、シロネ。行けそうか。うん、任せて。中が覗けるぞ。よし、この調子。この先は危険かもしれないから、あんたらは帰っていいよ。あとはうちに任せて。わかった、気をつけろよ。ファデュイが兵力を一箇所だけに集中させているということはないだろう。内側にも守衛がいるはずだ。警戒を怠るな。マーリカが床をぶち抜いたの。うん、子玉の子でもプロ並みのレベルだったよ。どの技も似たり寄ったりだな。あそこがファデュイのトンネルらしいな。迂回して横から入り込もう。俺が守るよ。みんなは俺が守れ。わけ山の地。Oh. Hmm. 永遠の主の不術。オロルンの仕業か。時間稼ぎが狙いだろう。And when I want to mount munch, I
古の時代の円盤だ。復元してみよう。これらの装置を使って円盤を操作するのかな。試してみようぜ。Oh God. I'm sorry, what?Oh, I saw the neck. Yeah. There we go. Oh. Omotta yori subayai janai ka. Really? Hi.やっぱり来たな。ほう、エンジンは正面突破を好むたちかと思ったが。問題ない、こっちの方が早い。やめろ。もう遅い。止めないと。At the time my hands are over the world. させるか。声がした。今の甲高い音はなんだ。今だ、装置を止めて。So close. We need a push from the side and load the captain away. オラル、なんで突然。動きが速くなった。オラルってこんなに強かったっけ。ワンパーンチ！おかしいな。What? Well, I mean, he is here to save. オロルンではないな。お前は誰だ。おお。長官。お前は。私のことを覚えてくださっていたのですね。なんと嬉しい。しかし、今は緊急事態に専念なさってください。Now。よし、止まったぞ。やはりこうなりましたか。一瞬沸き起こった正義感のせいでチャンスを逃す。昔とちっとも変わりませんね。ちょっと待った、声が違うぞ。まさかホロルの体を取られてるのか。 Is Captain Canyon? 他人の生死など度外視し、仲間を見捨ててでも勝利を手に入れればそれでいいのです。 I forgot the law, okay?
この瞬間のために私はここに戻ったのでしょう。どうか目標を成し遂げてください、長官。こんなところでお前に会えるとは。しかし残念ながら仲間を見捨てるなど戦士としてあるまじき行為だ。命運尽きた者のことなどお気になさってどうするのです。こやつは間もなく死ぬ、分かっていらっしゃるのでしょう。まともな魂すら持っていないのですから。僕がもうすぐ死ぬだと。先ほどの声が原因か。装置を起動した後、地下から鋭い叫び声が聞こえてきた。なんとも言い難い声だったな。地下に一体何が。ナタの地脈には何か秘密が隠されているのか。ああ、本当に死ぬのか。悔しいな。おお、ウロルンじゃないか。今日は何が食べたい。浮かない顔をして、まだあのことを気にしているのかい。そんなに落ち込むって知ってたら教えんかったのにな。本当はみんな僕に救世主になってほしかったんだろう。救世主？はあ、聞こえはいいが、そんなもんが世の中にいるもんかね。たとえいたとしても、それがお前じゃなきゃいけないって決まりはなかろう。Well, I'm sorry if the whole story was keep saying that. お座りなさい。新鮮な果物が届いたのよ。今切ってあげるからね。他に食べたいものはない？ミートローフなんてどう？このところ食材は結構揃ってるから。食べたいものがあったら遠慮なく言ってちょうだい。この前クイミばあちゃんが作ってくれたキノコのスパイス焼きが食べたいな。あら、あれが気に入ったの。あれも実はあなたの料理じゃないのよ。よそから来た商人に教えてもらったの。オロルンは商売に向いてるかもね。商人になったらいろんなところを旅できるもの。商人？オロルンは素直すぎて無感だろう。あら、優しい子の方がいいのよ。私たちのような年寄りを騙したりしないから。救世主なんて存在しないとみんなは言うけど、ならどうして僕の誕生にみんなは可能性を見出した。どうしてみんなに無駄しい希望を与えてしまった。 Raven Is it Raven from Guilty Gear? 生まれてきたことにはきっと何か意味があるはずだ。 Or is it Crow? I forgot. 僕がみんなにできることは何だろう。もしあの時うまくいったら世界はもっと良くなったんだろうか。僕の存在意義は。オロル、何ぼーっとしてるの。宿題は終わった？ Sure. 終わったよ。でもこんな勉強で本当にばあちゃんみたいにすごい人になれるのかな。無理に決まってるでしょ。君のばあちゃんは普通じゃないんだもの。そこらのシャーマンが一生かけて修行しても私の足元にも及ばないんだから。なるほど、ばあちゃんは天才なんだね。ま、そうとも言えるかしら。長く生きすぎたせいで人が学びたがらないことまで身につけちゃっただけかもしれないけどね。女性に年齢を聞くのは失礼よ。どんな場面でもそんな失礼なことしちゃダメだからね。わかった？わかった。別に聞いてないけど。
明日は休みにしましょう。遊んでいらっしゃい。宿題はしなくていいの？出世なんてしなくていい。私みたいにすごくなったところで、それが何になるっていうの？部族の人はみんな私を怖がってる。知ってるでしょ？真面目な話をしたって引きつった顔で、ちっとも面白くないわ。楽しく生きるのが一番幸せなのよ。だから自分のやりたいことをやりなさい。人の意見なんて気にしなくていいの。きっとばあちゃんは僕のことを気遣ってそう言ってくれたんだろう。叶わなかったことのために自分を責めたり無理したりするなとばあちゃんはいつも言っていた。けどこれまで僕は無理なんかしたことはない。それどころか無理する機会すらないままに何もかも終わってしまったんだ。おい、また野菜の世話か？水をやりすぎると大根の根が腐った。ヨスキハナモワ Is that you? ミツムシを見ていた。それで何か分かったか？今朝ミツムシが何匹か落ちていた。昨日急に気温が下がったから耐えられなかったのかもしれない。それは気の毒に。今年はミツムシの数が減る。I should know who's what's his VA, man. I don't even know what his name is. 獣医って面白いか？ I recognize the voice. 面白いってもな。そっちこそ野菜の栽培なんて面白いのか？まあまあかな。他にやらなきゃいけないこともないから。それが正解。大半の人はぼーっと生きてる。ショタロモギクボ。ごく少数の人間だ。世の中そういうもんさ。やれやれ。Is he actually Eva? I'm curious. 部屋に入って手を貸してくれ。獣医は面白くないんじゃなかったのか？知恵と武力を駆使して。こいつらとやり合うのだけはなかなか面白いぞ。おっと、まずい、急げ。That is so Yosuke. このことを言わなかったのは僕への気遣いだろう。自分の能力にそぐわないことをしたら死ぬ。それが真実なのかも。不安定な魂しか持っていないのに、今日まで生きながらえてきたのはみんなのおかげだ。最初から僕は不完全な存在だった。だから魂の隙間を狙ったあの霊魂は僕の死が近いと言ったのだろう。あがいてどうする。お前のような存在は生まれてきたこと自体奇跡だったのだ。ただ目を閉じて静かに死を待てばいい。君はさっき突然現れたやつだな。俺は戦士だ。お前みたいな臆病者とは天と地の差だな。僕は臆病者じゃない。ただ能力に限界があるだけだ。その通り。だからお前の妄想は笑い話でしかない。無能な人間に世界が救えるわけないだろう。無能な人間、救世主？はあ、聞こえはいいが、そんなもんが世の中にいるもんかね。たとえいたとしても、それがお前じゃなきゃいけないって決まりはなかろう。それが正解。大半の人はぼーっと生きてる。何かを成し遂げなきゃいけないのは。で、you know, make Eva playable. 世の中そういうもんさ。But I feel like he voiced somebody else too in Genshin. An NPC. I don't know who.人の意見なんて気にしなくていいの。だがこのまま負けを認めたくない。オロル大丈夫だ。俺たちに任せろ。毎回みんなが出発した後、僕はその場に立ち尽くすしかなかった。心配するなって。エンジン様のご加護があるんだ。今回も絶対にアビスをやっつけてやるさ。戦闘能力に長けた精鋭たちはみんな前線で戦っている。
僕ももっと力になりたいのに。俺たちは皆いずれ消えてなくなるが、お前は俺より早く死ぬ。初めから不完全な存在だから。Wie ist Kanwien? お前の魂が砕け散ったら、少しだけその体を使わせてもらう。Well, so Captain is Cap is 最後の忠誠を尽くして。Kanwien. いや違う。It's been a while. The loss. Amen. このままじゃ死んでも死にきれない。僕は君より先に消えたりしないし、運命を受け入れるつもりもない。こんな時に死ねない。いや、死にたくない。I'm so distracted by Yosuke Hanamura. この声は。意識をしっかり保ち、自分の足で立てると信じろ。きっと大丈夫だ。僕は。よくやった。本来ならありえないことを君は見事にやり遂げた。ありえないこと。まだ話はするな。体の方に意識を集中しろ。体調がこう出てくるなんてね。オロルンのことを仲間だと思ってるのか？さっきも意識を乗っ取られたオロルンの力を抑えてくれてたよな。In a reason why I have to had a chance to turn off that device. だいぶ良くなりました。魂の傷について語るのは難しいが、君は危うく苦痛に飲み込まれるところだった。よく耐え抜いたな。もう大丈夫なようだな。いろいろとご迷惑をおかけして。申し訳ない。その話はまた後にしよう。計画は失敗か。あと一歩だったのにな。お前から受けた恩はこれで総裁だ。オロルン、君はあの儀式で犠牲になりたかったわけではあるまい。しかし君は諦めていなかった。自分が何を求めているのか分かっているのか。答えが欲しいのです。僕がここに存在し、みんなに助けられ、優しく手を差し伸べられてきた日々の理由。英雄になる運命を背負って生まれる者などいません。しかし生まれながらにして優遇されるべき者もいません。できたかもしれないのに、できなかったことを成し遂げる方法をずっと探しているのです。その答えが出てきたようだぞ。あ、シリーズ Just How about my one? Can I have mine? Man 君は私の名を受け継いで名言の主の英雄として戦うことになる。実に面白い。君は人々が思ってたような人間じゃなかったが、かといって君自身が思ってるような人間でもなかった。まあ自分探しっていうのは私たちの一生の課題かもしれないね。私だってそうさ。自分が英雄になれるだなんて思いもしなかった。しかし悪知恵ばかり働くなどと言われてきた私だが、結局名だのために命まで捧げることになった。さあ自分の名前を思い出してごらん。そこには一般的に言われるような意味なんかではなく、君自身の崇高さと渇望が込められてる。
僕の古名は BT。 献身という意味だ。死ぬために生きていくんじゃなく、君が見つけた答えに身を捧げなさい。その名のために君は力を捧げ生まれ変わる。それによって自身の価値を証明するだろう。すべてを見通す者は己の死を予言できたことを喜び宴を開く。今こそ肉と骨と杯を掲げ、力を尽くした英雄の望みが叶ったことを祝して最後の歌を聴かせよう。久しぶりだな、三橋。彼を認めてくれたこと感謝する。この時代の5人目の英雄の誕生だ。ね、Who's the six? Can't be Chaska, can it? あなたの計画が一歩前進するところを見られて嬉しいわ。私の声が取り返しのつかない損失を招かずに済んでよかった。Who are you? 誰の声だ？やはり、ヤガミが目覚めたか。The Lord of the Night!Hey, what's up? Can I have my ancient name, please? My priorities are so all over the place. I'm not gonna pronounce your name. この装置で呼び起こされたとき、本能を抑えきれず声を上げてしまった。Oh. 魂を震わせるほどの声。It wasn't the lament, Captain. あなたたちの魂は完全だから影響は少なかったでしょうけれど、不完全な彼の魂は強烈な波動により崩れかけていたの。One Piece? Oh my god. オロルンがおかしな行動に出たのも波動の影響のせい。それだけではないわ。影響を受けたもう一つの魂があった。その魂は彼の魂に欠陥を見つけて身を隠そうとしたけど、結局追い出されてしまった。でもナタやヤガミの国の魂じゃなかったわ。どこから来たのか私にもわからないの。この非現装置は地脈を再構築するためのものだが、起動した結果お前が目覚めたのはなぜだ？なぜなら、私こそがかつてナタの地脈。Oh. そしてヤガミの。No, I guess that makes sense. You're the Lord of the Night. はるか昔、竜と降臨者の戦いで世界の境界線が破壊され、アビスが侵入を始めた。中でもナタの地脈の破損は最もひどかった。ここに住むナタ人を助けるため、ヤガミは古い地脈のかけらを統合し、その脈を再構築した。そうしてヤガミの国は誕生したのだ。その後、初代のエンジン、シュバラン家がその体制を強化し、アビスに対抗するためのルールを制定した。つまり、今に受け継がれている半言の歌と、非化聖夜の巡礼だ。Yeah, yeah, yeah, I get it. My theory is wrong. Okay.そういえば、確か天空から力を借り受けたって前に言ってたよな。この装置は古代の巨竜が地脈の強化を図るべく、地脈の中枢へ力を注ぎ込むときに使った装置なの。当時その方法は決して有効とは言えなかったわ。地脈の精巧な構造に比べてあまりに乱暴なやり方だったから。それに
地脈の構造は随分前に変わり果ててしまった。その力に耐えられるのはもう私しかいないの。それにやり方は荒っぽいし、激しい苦痛に耐えなければいけないけど、少なくとも多少は力が欲しい。だからこうやって目を覚まして、あなたたちと会話できているの。また少しは力になれると思うわ。例えば自分の存在を完全に消す代わりに、あなたたちのために地脈をもう一度再構築するとかね。なんでそこまでしてくれるんだ。私はあなたの民に崇められ、ヤガミという名を与えられたけど、その昔、私たちは消え去る前、別の名前で呼ばれていたの。天の使いと。あなたたち冒険者にとってより馴染みがあるのは、私たちが退化した後の姿、鮮明でしょうね。So there's no angels in that land? 道理で洗礼があちこちにいるわけだな。ヤガミの国でも突然現れた洗礼がオイラたちを助けてくれたんだ。ナタに残っていた天の使いはもともと数少なく、洗礼もほんのわずかしか残っていなかった。それでもみんな私の周りに集まって、人類のために地脈の再構築に力を捧げていたわ。今の人類は日々強く生き、私を信仰してくれている。私はとても満足よ、マービカ、シュバラン家の意志の継承者、そしてナタを導く者よ。数々の誤解はあれ、私はついに目覚め、ファデュイ執行官と名演の主の英雄からも力を与えられた。あなたの命さえあれば、私は数千年前と同じように自らの使命を果たすために尽力しましょう。ナタの民のため、あなたは首を縦に振るだけでいい。さあ、アビスの災いを乗り越えるため、私に命を下しなさい。I have a feeling. そうはさせない。Yep. 大規模な再構築の後、君は完全に消え去ってしまう。そうなれば、ヤガミの国を元に築かれたナタのルールも消えてしまうだろう。古い地脈に記録された記憶や伝説も抹消され、ナタ人は様々な精神的な問題、記憶喪失や混乱、認知障害に陥るだろう。神の心を使って魂と記憶で網を編む方法と同じく、この甚大な代償を受け入れるわけにはいかない。代償などよりも命の継続こそが重要だ。もしアビスが暴走してしまったら、残るのは下の階段だけなのだぞ。その後はどうなる？新しく構築された地脈が再びアビスに侵入されたとき、ナタ人はどうすればいい？何を武器に戦えというのだ？ヤガミとルールの庇護を失ったこの地がいつまで存続できる？一日でも二日でも生き延びるだけ意味はある。状況を打破しない限り未来を語る資格すらない。大規模な犠牲を払ってからでないと、そのことがわからないのか。犠牲だなんて、まだそこまでひどくないんじゃないのか。 Why are you so pessimistic about the situation? 俺はカーンルイヤの生存者だからだ。アビスがもたらした恐怖と絶望をこの目で見た。Ah. Give me the tea!
Give me all! Give it all! Yeah! 同胞。そして故郷までもが、アビスの侵略により永遠に刻まれた傷だ。Give me the law bomb! Bomb me! 刻まれた傷は、500年経ってもなお、昨日のことのように生々しい。マビカ、お前も似たような経験をした。俺の言っていることの意味はわかるだろう。ああ、苦痛と後悔に打ちひしがれる日々。今でもあの最悪を夢に見る。もしあの時に戻れたならば、俺は虚しい希望などにすがることなく、どんな手段を使ってでも皆を助けるだろう。その選択肢が今目の前にあるというのに、なぜそれを選ばない。私たちにはその決断を下す権利がないからだ。私たちがこの世界を愛するのは、この世界によって自分たちの幸せや感動が記録され、思想や意志が形作られているからだ。記憶と歴史を手放せば、全ての人の認識は上書きされる。体こそ同じだが、全く別人になってしまうのだ。時が経てば新たな文明は出来上がる。人類を信じるならば、再び新たな繁栄を築けると信じるべきだ。だが同じ鉄を踏む可能性もある。再びアビスに襲われ、何もかもが徒労に終わるかもしれない。少しいいだろうか。僕はみんなの期待を背負い、それに応えたい一心で焦りを募らせていた。だから隊長の主張する方法こそ全体を視野に入れた方法だと思っていた。しかし命の瀬戸際で記憶の中の人や出来事が蘇り、強烈な願望が湧き起こったんだ。これまで多くの人から恩恵を受けてきた過去を忘れることも、献身という使命を手放すこともできないと。先へ進むか、帰路につくか、どちらにせよたどり着かなければならない場所がある。いつまでもここに立ち止まっていては、いずれ自分が自分でいられる意味を失ってしまう。そうだね。ナタの英雄は自らの命を賭してアビスと戦う意志を示してくれた。彼らの犠牲は次の世代へ送る祝福なんだ。だからこそこの全てに価値があるし、勝利につながってるんだと思う。うちはまだ負けを認めたくないよ。そうだぞ、だってあと一人だろ。装置から得た力のおかげでしばらくは意識を保てるわ。準備を整えてここで待っているから。たとえあなたたちの試みが再び失敗したとしても、一人でも生きて私のところに戻ってきてくれれば、いつでも実行はできる。でも覚えておいて、人類は天上の神までもが刮目するほどの存在。私から見れば、あなたたち一人一人がまるで太陽のように眩しいの。君が皆を救いたいと強く願うのは、この土地の状況が人事だと思えないからだろう。君が救いたいのはこの土地と民、どちらだ？お前の意見が聞きたいみたいだぞ。I want to win. What about you? オロルンが英雄の記憶を受け継いだ今、残るはあと一人となった。もう少し待ってみてもいいだろう。お前の計画が成功するならば、それに越したことはない。それまでの間、俺と俺の率いるファディも協力しよう。感謝する。これほど影響力のある執行官にご協力いただけるとは、実に心強い。命に対しての君と私の考えが重なることは、おそらく永遠にないだろう。しかし、少なくとも今は肩を並べて戦える。
外じゃまだ戦ってるはずだから早く止めに行かないと。おう、そうだったな。早く状況を説明してやらないと。A few questions. Yeah. あ、そっか。外のことは僕たちに任せてくれ。後で競技場で落ち合おう。Me wants me wants me in your name. Okay. ここに来る間、いろんな疑問を抱えていたことでしょう。ご褒美に知識を授けるわ。さあ、何でも聞いてちょうだい。Okay. Thank God the ancient one is the last one. About heavens. あの方たちは名前を呼ばれるのが好きじゃないわ。普通の人間はもちろん、高みにいらっしゃる属性の七姿勢にさえも。Okay.影の身分こそが自分たちには最もふさわしいとお思いなの。けれど、私が死の姿勢とお呼びしている方は、あなたのためのルール作りに手を貸してくださったわ。The ruler of death. そして彼女の導きのもと、私は八神の国を築いた。それは彼女の愛の表れであり、償いの形でもあった。けれど影からしたら、彼女の行為は常識外れで、思考なる、いえ、天理の機嫌を損ねてしまった。それ以降、死の姿勢は半ば自暴自棄になってしまって、誰に何を言われようと、どうでもよくなった。にもかかわらず、彼女の存在を知る人はごくわずかだった。死亡時期。できれば、私がその言葉を使ったことを内緒にしてくれるかしら。体力を温存するために、単刀直入に言いたかっただけよ。ここに来る間、いろんな About the Loom of Fate.その概念は初耳だわ。地脈を織りなし、想像する力があると言ったわよね。私でさえ、無から有を生み出すことはできないわ。再構築といっても、地脈の健全な部分を再利用して、新たに組み立てるだけだから。もしナタ人がその力を扱えるようになったら、アビスの脅威に対抗する他の方法が見つかるかもしれないわね。ここに来る間、いろんなエレメントエネルギーとアビス。原初の力である元素。それをもとに天理が改造した産物が元素力よ。その改造自体、アビスの脅威に備えるためのものだった。公開の力と人海の力について聞いたことはあるかしら。この線で解釈するのは面倒ね。光を屈折させると7つの色に分かれるでしょ。つまり私たちが虹と呼ぶものね。同じようにこの二つの力はそれぞれ古代と現代に属している。そう考えていいわ。ここに来る間、That one is above my pay grade. I don't know that one.考えていたことでしょう。もちろん知っているわ。児玉のこの職人さんがまだ何も言ってきてないけど、おそらく名園の主の少女がここにいないからでしょうね。でも心配はいらないわ。夢の中で彼女たちに会って必要な準備について教えて。Thank you. Thank you. Thank you. 少女？ええ、違うの？ Grandma. ここに来る間、いろんな改めてファデュイの協力を歓迎する。共通の敵を前に
礼儀作法など細かい部分は置いておき、これまでのわだかまりを水に流そう。オロルンがルールに背いた行動を取ったのは事実だが、この場で問いただすつもりはない。それより彼が自らの価値を証明してくれるのを期待したい。寛大な措置に感謝する。戻ってきたぞ。おお、お前たちが仲良く並んで話してるとこってなんか夢を見てるみたいだな。I feel better now. 実に予想外の展開だったが、幸いことは望ましい方へと向かっている。君たちも来たことだし、ちょうどいい機会だ。いくつか疑問に答えてもらえるだろうか。まずは非現装置についてだ。君はどうやってそれを探し出したんだ？神の心を手に入れる計画が行き詰まり、俺は部下たちに命じ、ナタ全域で代替案を探させた。オロルンにも手伝ってもらってな。その結果、数名の学術に長けた者にたどり着いた。アベレワ、ボスウィ、クワドリ。この3人の研究成果を組み合わせることで、古代から伝わるその装置を見つけたのだ。全く聞き覚えのない名だな。学者を集めて調査を行った際、名簿に漏れはなかったはずだが。それはいささか妙だな。その3人は表舞台から身を引いた賢人だったのだろうか。しかしいずれにせよ、結果から見ればそれは正解だったようだ。ああ、少なくとも予備プラン、神の心を使うより時間を稼ぐ方法が見つかった。代償は重いが、こちらにもう抵抗の余力がなくなった時、このプランによって少なくとも何かを残すことはできるはずだ。でもみんなが過去を忘れちゃうなんてなんか悲しいぞ。できれば使いたくないけど。そういえば神の心にそんな使い方があるってお前はどうやって知ったんだ？それに答えるには、あの災いが起きた500年前に遡る必要がある。モティ、ハロー。あの時カーン・ルイアを救えなかった俺は、残りわずかな隊員を連れ、暴走したアビスの魔物と戦いながら撤退を続け、ナタまで来た。だが同じ惨劇がナタでも起きていた。俺はここでも長く戦うことになったんだ。名園の主の長であるアイズに出会ったのはその時だった。当時の人々からすれば、カーン・ルイア人は災いの元凶だったはずだ。しかしアイズは俺を受け入れ、いろいろな面で助けてくれた。軍人たるもの、戦場に身を置いた以上、勝利をつかみに行くべきである。たとえ立っているその地が故郷ではないとしてもな。だから当時俺はナタを助けると決めたのだ。俺たちは数々の困難を乗り越え、共に戦った。だが結局アイズは運命の定めから逃れられなかった。死ぬ直前、あいつは俺に神の心の秘密を明かしたんだ。アイズだったのか。ああ、彼ならその方法を知っている。実際災いが起きる前から何度か私に提案してきた。全部断ったがな。君がアイズと知り合いなら、ましてやあの時ナタで戦ったことがあるなら、私も君を見たことがあるはずだが。ああ、その仮面のせいか。仮面の下の顔も、もう元とは違うものになってしまったがな。What does that mean? 不死の呪いを受けても肉体は変わらず朽ちるものだ。え？でもダインってやつを知ってるか？あいつは見た感じそうでもない気がしたけど。あいつに会ったのか？おお、何度も会ったことあるぜ。お前もダインを知ってるんだな。カーン・ルイア時代、彼に対する印象は名前ぐらいだったが、最後に会った時、王子様と共に立ち、Well, hi, I'm the princess. Welcome. 憎しみや苦しみは、俺よりもはるかに重いものだろう。
Back then, you said you didn't want to fight me. Was it really because of my sibling? Ooh, that's a good one. 俺の本来の身分からして、王子様の血縁者であるお前を傷つけたくはなかった。Ah, I have a loyal one. これは俺の独りよがりだ。それに、今の王子様が俺の前に立っても、おそらくこの顔では誰だかわからないだろう。ダインスレイブがどんな方法で肉体の老化を遅らせたのかは知らないが。Not his mind though. I don't think so. 俺の方は、顔だけでなく、体力も昔と比べてだいぶ落ちている。そうは見受けられないがな。少なくとも先日手合わせした時の君の強さは人類の頂点に達していると思えるほどのものだった。負けは負けだ。褒められる言われはない。ただ500年前にお前と真っ向勝負する機会がなかったことは確かに残念に思っている。同感だ。もしそうなったら、私も全力を出したの。So wait, Anjino was a Clanian hybrid-ish, I think, if I'm not mistaken. And then we have Capitano. 双方の実力は大差ないと思っている。Who is Clanian soldier? 負けられないという信念がより強い方が勝ったはずだ。競技場にいる人々を巻き込まないために、お前は手加減していたのだろう。そのようなアドバンテージを利用して勝ちを取る気はない。人質を取るのと変わりないからな。俺の目的は神の心だけ。それを手に入れられなかったのだから、紛れもなく俺の負けだ。If he is playable, when in exploration, he wears his coat. Not exploration, coats off. Okay, that would be the thing that I want.Speaking of the gnosis, what are you going to tell the servitor? 女皇様は、すべての執行官が自身の目的を追求することと、しかるべき時、命令よりも個人を優先することを許している。執行官たちが女皇様に忠誠を尽くし、共通の目的を持ちながらも、それぞれやり方がまるで違うのはそのためだ。こたびの最優先事項は、ナタを救うこと。当初は神の心を手に入れてナタを救い、その後それをスネージナヤに持ち帰るといった計画だった。神の心を渡すことはできないが、まあこの話は一旦置いておき、急務であるアビスの対策に専念するとしよう。そういえば、もし6人の英雄が揃ったら何が起きるんだ？ The heavens were mentioned earlier. Anything to do that?ああ、カムクラにはアビスに対抗する強大な力が秘められている。シュバラン家がロノバから得たもので、一度しか使えない。ロノバはどの魔人よりも古くから存在し、天理の意志を代表する使者の一人。 Is it gold? No, it's probably one of the six, I think. Or is it like one of the witches? だから反魂の歌があるわけだな。ああ、ナタのルールが誕生したのもあの方のおかげだ。カムクラの力の話に戻そう。前にも話したことがあるが、人類がカムクラにつく栄誉を授かった瞬間、その身に烈焔が覚醒する。その炎の大きさはそのものの潜在能力によって決まる。死の失聖の力も同じ原理なんだが、ただ受け皿が耐えられるかどうかを考慮しない。すなわち、その力を授かっても誰もが耐えられるわけではないのだ。だが、その試練を耐え抜いた暁にはこれまでにない力を手に入れ、魔人に匹敵する、もしくはそれをも凌駕する権能を手にすることになる。聞いた感じ、かなりリスクが高そうだな。ここに至るまでどの一歩も絶対に安全とは言い難いものだったろ。ムアラには八神の国の汚染地帯に飛び込み、オロルンは生死の境目でやっと自分を取り戻した。みな勇敢に立ち向かってくれたのだ。なら私もみなの期待に応え、己の責務を果たさなければならない。ああ、指導者としての務めと言えよう。
重苦しい話はここまでにしよう。二人とも疲れているはずだ。No, I want more tea. Give me the tea. Stop. オロルンの身に起きた変化を感じ取ったはずだ。今後、襲撃は頻度を増すかもしれない。あらゆる可能性に備え、英気を養っておかなければ。だな。そう言われると。You're always sleepy. Go to bed. Get out of here, little bro.手を組むからには指揮体制を改めよう。俺の部下を一部お前の指揮下に置いていく。そうすれば装備の急に対処できるだろう。しかし君の部下は納得するだろうか。俺の方から説明しておこう。これは命令だとな。ああ、その誠意に感謝する。いた。あまり動かないで。傷口が塞がってないから、あと数日は休んだ方がいいよ。魔物がどんどん増えてきてますけど、最近何かあったのでしょうか。確かに妙な感じ。みんな、くれぐれも気をつけてね。あ、でもそこまで心配しなくていいよ。私たちがいるから。アビスって弱者にしか手を出す度胸がないし、何回か懲らしめたら尻尾を巻いて逃げるはずだよ。あ、なんか呼ばれてるみたい。すぐ行くよ。お、どうしたんだ。 The feeling of dread is getting closer. It's getting stronger. Do we have time to wait for the final hero to appear?どれもダメ。焼き入れが足りない。武器と防具は命に関わるものだし、いくら生産量が多いからって品質は落とせない。ああ、別に攻めているわけじゃないよ。それにあんたらのレベルがこんなもんじゃないってのは知ってるし。ちょっと休んできなよ。こいつらの調整はうちがやっとくから。ここにいたのか。どうしたんだ。ん、あ、なんでもないよ。急いで作ったから不良品が出ちゃってさ。うちが調整しとくから大丈夫。これは能力の問題じゃない。あまりに根を詰めすぎて逆に失敗したんだ。そうならないよう、あんたらも適度に休憩を取りなよ。そういうお前だって疲れてるだろ。安心して、うちにとっちゃ趣味みたいなもんだし。疲れてるっしょ。早く休みな。うちはもう少し問題の解決方法を考えてるから。キニチ、無事だったんだな。ワンピース。友達か。じゃ、俺は先に行ってるよ。また後でな。驚いたか。あんぐらいへでもねえぜ。途中でストップがかかってなけりゃ、異国の虫けらを焼き尽くしてやってたところだ。心配してくれたのか。礼を言う。俺なら平気だ。だが実際の状況はこいつが言うほど甘くはなくてな。隊長の部下どもは精鋭揃いでかなり手を焼かされた。いつでも撤退できるよう準備はしてたが、まさかエンジン様と隊長が一時的な協力関係を結ぶとは。まあ中でいろいろあってな。機会があったらゆっくり話してやるぞ。ああ、何はともあれエンジン様の計画に一歩近づいたってことだ。これが最善の結果だろう。お前らのおかげだ。感謝する。だがまだまだ油断はできない。ちょうどさっき支部と一緒に出ようとしてたところなんだ。伝達師が召集を受けて、かがり木の民に集まってる。そっか。じゃあこれ以上引き止めないでおくぞ。また今度な。おい、チビニチ、出発するかどうか、この偉大なる清流クフルアハウの意見を聞いてねえだろ。おい、勝手に行くな。オロルン、ばあちゃん。
What? ばあちゃん、思い詰めた顔してどうしたんだ？僕に言いたいことでも。当然よ。自分が何をしたか分かってる？君を叱りつける材料をたっぷり貯めてあるんだからね。ちょっと待ってなさい。どこから行ってやろうかしら。ごめん。逃げ道がないから謝るわけ？前回も前々回も大層逃げ足が早かったじゃない。あの時もちゃんと謝りはしたよ。普通の人なら一生やらないことを君は平気でやってのけた。指名手配されたかと思えば今度は遺跡でとんでもないことに巻き込まれるなんてね。今さら私に謝っても無駄。死にそうになった自分に謝りなさい。 Just hug him。 わかった、ごめん。ばあちゃん、弁明するつもりはない。全部僕のせいだ。気が済むまで叱ってくれ。今私が言ってることはすごく大事なことよ。真剣に受け止めなさい。真剣に聞いているし反省もしている。でもたとえ自分の選択が間違っていて危険を冒すことになっても後悔はない。何かしらの力になりたいと本気で思っているんだ。別に自分の存在が特別だと思ったからじゃない。自分の力を最大限発揮したいだけだ。結局いろいろな問題が起きたことは事実だし、ばあちゃんの言う通り謝っても仕方がない。けど他に何を言ったらいいかもわからなくて。しかもイファには宝石まで届けてもらった。言葉だけじゃ到底足りないだろうけど、それでも言わせてほしい。ありがとう、ばあちゃん。どういたしまして。イファにもちゃんと礼を言ってよ。わかった。ま、そこに関してはあんまり気にしなくていいけどね。実はあの袋には細工がしてあって、君の記憶をコピーできるようにしてあったの。全く気づかなかった。当たり前でしょ。伊達に年を取ってるわけじゃないのよ。気づかれるわけない。それからもう一つ、今回の行動についてエンジン様と関係者が話し合った結果、ナタ人のルールを多く破ったことが確認できた。君はきちんとその責任を取らないといけないの。ああ、でもまあ結果的に君のやったことに全く意味がなかったわけじゃない。確固たる意志で自分の限界を乗り越え英雄にまでなったんだからね。When she comes out, she has to be a finger. さすがシトラリの孫ってだけのことは。 Talking all this shit. ばあちゃん、 She has to be 本当にそう思ってるのか。 アレンティーノ broken. No, 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 it's a little too much. はあ？もちろん私の本心よ。こんな状況で褒められるなんて。昔だったらとっくに殴りかかってきてたはずなのに。ええ、ここからの話がまさにそれよ。足をへし折ってやるって旅人の前で誓ったからね。どい、それは勘弁してほしいな。歩けなくなると困る。勘弁？ふーん、じゃあどんなお仕置きがお望み？功績を持って罪を償うつもりだ。だから今回は許してくれないか。自分の責任を全力で果たすから。OK, buddy. 少しだけ時間をあげる。君のお仕置きは経過観察の結果次第よ。あら、旅人とパイモン、奇遇ね。やっ、チトラリ。I was the kid. ええ、子供の面倒を見るのは本当大変。超わかるぞ。こいつの世話をするのも一苦労だからな。Who is this sassy lost child here? Hello? この間はお礼を言う機会がなかったな。旅人、パイモン、遺跡で助けてくれてありがとう。No problem. あ、わかった。時間があったらまた会いましょう。オロルンに美味しいご飯をおごらせるから。おう、暇を見つけて絶対ごちそうしてもらうぜ。他にやることがないならさっさと休もうぜ。
明日はやることがたくさんあると思うし、今のうちにしっかり体力を蓄えないとな。Yep, let's rest. That night. 準備はいい？ OK. 八神様に会いに行こう。八神の声が聞こえたのはここで合ってる？どうやら本当に目覚めたのね。また眠りについてないといいんだけど。安心して。私はまだここにいるわ。弱り切った命にとって、睡眠も体力を消耗することだ。Okay. Okay, sure. 休憩を邪魔して悪いね。さっきの場だと相談しにくいことがあって。実はあの旅人に米を作ってやりたいの。ただ、彼女はナタ人じゃない。だから、八神の国には彼女に関する記録がなくて、米作りも行き詰まってる。なるほど。マービカは彼女のことをとても重要な人物だと思っているようね。あなたたちがここに来たのは、マービカの命令だけではないでしょう。あなたたちにとっても、その旅人は特別です。Yes.Yes, please. Yep. I'm so deserving. Oh, come on. Oh, come on.彼女は特別な存在。カチーナを助け、アビスの災いを食い止めるために駆け回ってくれた。ナタの恩人って言える。でも、ナタはまだその恩を返せてないんだよ。もしコメがなきゃ、彼女の命は危険にさらされる。彼女の命を守るためには、あなたの命を削らなければならない。What? というのは知っているでしょう。Hello, Lord of Night. What is this? もちろん。私も聞いたことある。米を作るには誕生者の命を削らないといけないって。米を作ることの本質は創造にあるわ。八神の国に散らばったさまざまな概念を英雄の歌としてまとめるの。でもそれらの概念が八神の国に溶け込むには時間が必要。その間、誕生者の命はまるで種を覆う川のように、その概念を守る存在となるわ。新しい概念が完全に溶け込み、種の新芽が芽吹けば、種皮も使命を果たし、だんだんと消えてゆく。ただでさえ容易なことではないわ。ましてや、異教の者のために米を作るなんて。でも私に会いに来たということはもう迷いはないってことよね。こうする価値があると思ったから。それにあとどれぐらいアビスを食い止められるか、この災いを乗り越えるためにどれだけの代償を払わなきゃいけないのかも未知数だったらさ、何千何万の人の未来と引き換えにできるんなら、この命を削るのなんてどうってことない。命の終点に立ってこの瞬間を振り返っても悔いはないと思う。これがうちの使命で、バレカの名の意味だからね。そう、どんなに小さな可能性であっても懸命に手を伸ばすのね。バンジュでヒヨース There's no way you're gonna dieSo, 最後のかけらかもしれないから。シトラリ、あなたはどう？焦りと不安に駆られているのは見てはいけないものを見たからでしょう。What are you looking at? そんなことまでわかるの？見てはいけないもの？マービカ様の計画は時間がかかるし、不確定要素が多すぎる。
だからずっと不安だったの。名園の主には未来の暗示を覗く儀式が伝わってる。ただそれを円陣様に使うのはタブーとされてきた。でもそのタブーを犯したんだ。それで何を見たの？死。今の計画の要はシュバラン家が死の姿勢から授かった力を6人の英雄が解放すること。あの方の力と引き換えるための代償なのだから、死の他にないのは言うまで。 Yes, sure. Yes, sure. Yeah. 誰かはこのアビスとの戦いで死ぬの？ええ。そんな未来を見てしまった以上、指を加えて傍観するわけにはいかないでしょ。だから旅人、あるいは降臨者の力が必要なの。シトラリ、人は死ぬことも運命の一部のように思えるけど、実は死と運命の本質は違うのよ。これを忘れないで。運命は未来で起きることの予告だから、時間、場所、筋書きは決まっている。 That is a line. I like that. 死は一種のルール。死の姿勢の力を得られれば、マービカはアビスという難敵を乗り越えられるわ。 She will have a plot armor or something, blah blah. Not worried about her. That's no way. She's too important. Unless they're doing the Himiko one. If they have the balls to do it. I don't think they have the balls to do it. Yeah. You ain't fooling me. They failed with Zhao, I doubt they would do with her.Especially the waifus. Oh man. 死のタイミングは変えられるけど、その結果は変えられないって。To me, Zhao is a high. In terms of every character that is playable, for me, Zhao is high. Wanzhou is very high. このことはマービカ様も知ってるのよね。Kazuha used to be high, but he's not anymore. She's always the animal, guys. I feel like those two are the high die death, high chance on. 受け入れられない。マービカ様ってすごく強いでしょ。どんな壁だって乗り越えてきたし、絶対に諦めなかった。そんなエンジン様があっさり死を受け入れるわけがない。旅人とエンジン様はどことなく雰囲気が似てるの。だから賭けに出ようと思ってね。運命であれ、死であれ、二人がいればきっと乗り越えられる。 Hey, don't say that, man. The witches are gonna come. 望みは薄いけど、それを見られるのを楽しみにしているわね。私に残された時間はもうほんのわずか。最後に人類が全てをかけて輝きを放つ瞬間に立ち会えるのは本当に光栄なことだわ。八神様、人類は君の貢献を忘れてない。アビスの問題を解決した後、必ず助ける方法を見つけるから。ありがとう、そう言ってくれて嬉しいわ。でもあなたたちには何もできない。 I feel like that would be an event, no? Fixing the ley lines. That would be an event. It sounds like an event. どれくらい長く生きられたら満足と言えるのでしょう。10年、100年、1000年、それとも1万年。いつか八神の国は消え、人類はまた共にアビスに立ち向かうことになるでしょう。そして最終的にはそのすべてが消え去る。だから私にとってそれほど意味はない。もしも明日が世界の終わりだとしても、人類は懸命に今日を生きる。これがあんたとの違いだろうね。そうね。ええ、こういう時は本当に羨ましいわ。そして改めて自分の背負う使命の正しさを確認できる。
私の創造者の目に狂いはなかったわ。これを受け取りなさい。私からのプレゼントよ。私の意志の一部であり、あの旅人がこの土地で経験することを記録できるわ。過去のことも未来のことも。これがあればあなたたちの望み通り、彼女のためにコメンを作れる。そしてやがてナダの歴史に永遠に名を刻む英雄となるでしょう。礼を言うよ。弱ってるあんたにさらに負担をかけさせちゃったね。本当にありがとう。気にしないで。天の使いにとっては取るに足らないことよ。もうすぐ暗くなるわ。さあ帰りなさい。